私は妹を捨てました。ヒサナ、姉と呼ばれる資格などございません。ですからどうかあの子には白夜様を兄と呼ばせてやっていただきたいのです。白夜様、どうか妹を見つけてやってください。そしてどうか見つけたら私が姉だとは明かさないでください。体に触る、それ以上は。いえ、明かさず、ただ白夜様のお力でどうか妹を守ってやってください。一輪だけ咲いたよ、ごらん。最後まで甘えてばかりでごめんなさい。白夜様にいただいた愛をお返しできなくてごめんなさい。白夜様と過ごしたこの5年、ヒサナは夢のようでございました。白夜様、その年最初の梅の咲く前、私は妻を亡くした。お前を見つけたのはその翌年。私はすぐにお前を朽木家に迎え入れた。しかし掟に反したこともまた事実。私は父母の墓前で誓いを立てた。自らを戒めるため、掟を破るのはこれが最後。これより先いかなることがあろうとも必ず掟を守り抜くと。私はヒサナの思いを遂げたいが一心で、してはならぬ二つの誓いを立ててしまったのだ。朽木ルキア、見つけた。気を抜きすぎだ、レンジ。朽木隊長、その黒崎一護とかいう子供、見た顔だと思ったら、先日隠密軌道から報告が入っていた。メノスグランデに立ち傷を負わせ、ウェコムンドへ帰らせたと。来るか。呪いな、倒れることさえ。たとえ己の罪が重くなろうとも駆け寄らずにはいられぬというわけか。この子供のもとへ。兄様、わかるぞルキア。なるほど、この子供は奴によく似ている。よかろう、とどめは刺すまい。先ほどの逃げ気で魂魄の急所、砂血と白水を完全に砕いた。その者は半時もせずに死ぬだろう。仮に生きながらえたとしても力の全ては失われる。死神の力は愚か、霊力の欠片さえ残るまい。第一級重火罪朽木ルキアを極囚とし、これより25日の後に神王刑廷において極刑に処す。それがソウルソサイティの最終決定だ。お前と言葉を交わすなら、これが最後となる。ルキア、次に会うのは処刑台だ。行くぜ坊ちゃん。てめえの相手はこの俺だ。くらえ、ちなみだ。失せろ、私の剣は貴様のごとき羽虫を潰すためにない。そうか、貴様は柴家の者か。ならば手を抜いてすまなかった。
貴様はここから生かして返すまで。チレス千本桜。あんたを倒して俺は帰る。海藻の口を聞くなと言ったはずだ、小僧。消えた。見えてるぜ、朽木白夜。どうやら思っていた以上に腕を上げたと見える。仕方がない。貴様がその力にうぬぼれる前に見せておいてやろう。千年あがいても埋めようのない決定的な力の差というもの。散れ。貴様は久しぶりじゃの、白夜坊。お主が鬼ごとでわしに勝ったことが一度でもあったか。ならば試してみるか。三日じゃ。三日でこやつをお主より強くする。レンジ、貴様はまだ挽回で戦うには早すぎる。まさか貴様、失念しているわけではあるまいな。私にも挽回があるということを。挽回。知れ、千本桜影石。私と貴様で何が違うのか教えてやろうか。核だ。炎光即月。獣の目に映るのは所詮水に映った月まで。それを取ろうともがいてもただ皆底に沈むのみ。貴様の牙は私に届くことはない。永遠にな。誓った。誰にだ。ただ俺の魂にだ。見事だ。貴様の牙、確かに私に届いていたぞ。見えてるって言ったろ、朽木白夜。なぜだ、なぜ貴様は何度もルキアを助けようとする。こっちが聞きてえよ。あんたはルキアの兄貴だろ。なんであんたはルキアを助けねえんだ。その答えを貴様ごときが知ったところで到底理解などできまい。黒崎一門、貴様を斬る。そしてルキアをもう一度、次は私の手で処刑する。出せよ挽回。俺がこの手でぶっ潰してやる。挽回だと。貴様ごときが私の挽回を受けて死ぬなど
千年早い知れ。今の光は何だ。貴様の残白刀の能力か。黒崎一門。月が天照。天をつくか。大それた名だ。もう一度言うぜ。朽木白夜。挽回して俺と戦え。俺は絶対にてめえを倒す。よかろう。それほど強く望むのならば、私の挽回、その目に強く刻むがよい。挽回、千本桜影吉。こっちだけ視界のままで挽回に勝とうなんてのが舐めた話だ。言葉に気をつけろ。まるで貴様が挽回に至っているように聞こえる。ああそう言ってんだよ、朽木白夜。それを発言できた者は一つの例外もなくソウルソサイティの歴史にその名を刻まれる。あと隔絶した超然たる霊圧を生まれ持つ四大貴族といえど、そこに至ることができる者は数世代に一人と言われ、それが挽回だが、こいつは何だ。貴族どころか元来死神ですらない。それがなぜ挽回などとたやすく口にする。挽回、天差残月。なんだそれは。そんな小さなものが挽回だと。貴様はよほど我々の誇りを踏みにじるのを好むと見える。ならばその身に刻んでやろう。誇りを汚すということがどういう報いを受けるのかをな。そうか、挽回としての戦力のすべてをその小さな形に凝縮することで挽回最大戦力での超速戦闘を可能にした。それこそが貴様の挽回の力というわけか。よかろう。ならばその力ごと全て押し潰してくれる。見るがいい、黒崎一門。これが防御を捨て敵を殺すことだけに全てを捧げた千本桜の真の姿だ。千景、千本桜影吉。千景は私が必ず自らの手で。切ると誓った者にのみ見せる姿、見るのは貴様で二人目だ。よくぞここまで耐え抜いたものだ。幾人もの隊長格を退け、千本桜の斬撃をその身に受けながら、貴様はよく戦った。だが感じるだろう、もはやその肉と骨が死んでいるのだ。所詮は人間、いくら耐えようとも限界がある。ここが貴様の限界。終わりだ、黒崎一門。ちバカな、何者だ貴様。何者だ。はっ、名前なんかねえよ。悪いな、邪魔が入っちまってよ。邪魔。そうか、あの姿のまま戦って私をいくら斬ろうともそれは貴様の本意ではないということか。よかろう、次の一撃で幕だ。
もう一回だけ聞いていいか。どうしてルキアを助けねえんだ。ケイが私を倒せたなら、その問いにも答えよ。終形、白帝剣。行くぜ。朽木白夜。倒れねえ。知りたがっていたな、私がルキアを殺す理由を。罪ある者は裁かれねばならぬ、刑が決すれば処されねばならぬ。それが掟だからだ。掟だから殺すのがよ、てめえの妹でも。我が朽木家は四大貴族の一、すべての死神の規範とならねばならぬ。我らが掟を守らずして誰が守るというのだ。肉親の浄化、くだらぬ。掟に比すればあらゆる感情に価値などない。そんなくだらぬ感情などもとより持ち合わせておらぬ。やっぱり俺には分かんねえや。俺がもしあんたの立場だったとしても、やっぱり俺は掟と戦うと思う。そうか、こやつの敵は最初から私などではなかった。こやつは最初からこのソウルソサエティの掟そのものと戦っていたのだ。黒崎一護、私の刀は貴様のその奔放さに砕かれた。この勝負、Kの勝ちだ。君はもう用済みだ。殺せ、銀。しゃあないな。イコロス、真相。ルキア、そこにいるのか。はい、兄様。お前に話しておきたいことがある。ヒサナはお前の姉だ。私は妹を捨てました。ヒサナ。姉と呼ばれる資格などございません。ヒサナはそれを悔いていた。私の妻になってからも毎日のようにお前を探し続けていた。お前を見つけたのはその翌年。私はすぐにお前を朽木家に迎え入れた。しかし掟に反したこともまた事実。私は父母の墓前で誓いを立てた。掟を破るのはこれが最後。これより先いかなることがあろうとも必ず掟を守り抜くと。お前の極刑が決定された時、私は分からなくなっていた。掟を守るという父母への誓いと、妹を守るというヒサナとの約束、どちらを守るべきなのか。罪ある者は裁かれねばならぬ、刑が決すれば処されねばならぬ。それが掟だからだ。掟だから殺すのがよ、てめえの妹でも。我が朽木家は四大貴族の一、すべての死神の規範とならねばならぬ。我らが掟を守らずして誰が守るというのだ。掟に比すればあらゆる感情に価値などない。そんなくだらぬ感情などもとより持ち合わせておらぬ。やっぱり俺には分かんねえや。俺がもしあんたの立場だったとしても、やっぱり俺は掟と戦うと思う。黒崎一護、礼を言う。ルキア。すまぬ。
やはりな。そうなるやもしれんと思い手を打っておいてよかった手向かうな。力ずくでも連れ戻せと命を受けている連れ戻した後どうしろという命までは受けていない。好きにするがいいと。そっか、あの白夜がな、ずいぶん丸くなったもんだ。それからあんな薄汚い小僧に一人でうろつかれてもウェコムンド側も不愉快だろうと。やろう。私は第七のエスパーだ。セプティマエスパーだ、ゾマリ・ルルー。さあ名乗りなさい、侵入者。答えるまでもない。我らの正体は一つ、ケーラの敵だ。なるほど。無駄とはどういう意味だ。こういう意味です。残念、ヘメロス・ソニードは2体までではありませんよ。そうだろうな。波動の4、白雷。ヘメロス・ソニードの分身数は最大5体です。さようなら、名も知らぬ隊長よ。あなたの敗因は自ら名も語らぬそのおごりだ。隠密歩法、至宝の三、うつせみ。奴に習った術など使いたくはなかったのだがな。おごっているのは貴様だ、エスパーだ。だがアンゼルナ、貴様が敗北するのはそのおごりのためではない。ただ純粋に格の差だ。あなたは敵だが対頂格だ。私はあなたを自分と同格と考え、そのように振る舞っているつもりです。おごりなどない。自らをこの私と同格に考える、それ自体がすでにおごりだと言っている。沈まれ、ブルヘリア。言ったはずだ。私と貴様ではその力の格は天と地ほども隔たっている。難儀な話だ。左手も捨てた、左足も捨てた。それでもまだ貴様は対等にはほど遠い。刀をお捨てなさい、名もなき隊長よ。あなたの負けだ。爆動の61、陸上航路。支配か、そんなもの私の前では何の意味も持たぬ。挽回、千本桜、影よし。一つの目につき一つの対象を支配すると言ったが、そのたかが50の目で天を覆う奥の刃で一体どれを支配するつもりだ。私に無駄だと言った。所詮何もできぬと。合計千本桜、影よし。千本桜、影よし、奥の刃、その全てで休憩に敵を覆い、全方位から残骸する。刃の喉に飲まれて消える。私が貴様を斬るのは、ただ貴様が
私の誇りに刃を向けたからだ。剣八！下がれと言ったはずだ、黒崎一門。バカや！刑の仕事はここにはない。早々に現世でも消えるがいい。思い上がるな、黒崎一門。五艇十三隊の隊長に刑ごときが助けになる者などおらぬ。刑の務めは何だ？刑の務めはあの町を守ることだ。行け。刑は唐倉町の死神代行だろう。刑の相手が私でよかったと考えていた。私は刑の戦いを援護する。自らは手を下さず、絆を奪って敵をなぶるとは卑劣の極み。死すべき無知だ。でもそれって、君なら僕の剣を一度も受けないって聞こえるよ。かかってくるがいい。刑が人たちを振り終える前に、私は刑を切って捨てる。そろそろ理解できたか。K は私を切るどころか近づくことすらできぬと。そして僕は今君の刀にも挟み込んだ。僕は君の刀も技ももはや飽きるほどに見ているよ。一瞬の瞬瞬が命運を分けたね。咲きなよ、白夜。君が今までに編み出したものは何一つ僕に通用しない。何しろその技を君と共に研鑽し合ったのは僕なんだから。戦型も合計も刑には通用せぬということか。白帝剣もだ。折れちゃったね。どうした？もしかして折れたら視界できない？満開千本桜影吉。いきなり満開できたけど、無所見に歯が。千本桜影吉、首相で操れば速度が2倍になるんだったかな。体感ではそれ以上に感じるな。だが気づいてるな。速力を上げた上で急激に範囲を狭めれば、少しタイミングをずらしてやるだけだ。かわせなくなるのは当然のこと。次は軌道かい？絶望する前に教えといてあげよう。僕は君の使う全ての軌道に対して封じる手段を持っている。ほら、試しに何か一つ打ってみるといい。どうだ、理解できてきたかな。どうあがいたって君は僕に勝つことなんかできやしないって。そうか、あの時刃を掴んでいたのか。戦とは鍛錬の後に万全の姿勢で臨むものと思っていた。だが今日初めて戦いの中で刹那の狂気に身を浸す楽しみを知った。こんなことをして心は痛まないのかい？ K は確かに私の恩人だ。感謝はしている。だが黒崎一護の敵だ。ならば誰の恩人だろうと殺すに詐称のためらいもない。礼を言う。ケイとの戦い楽しかったぞ。